富山県黒部市では黒部峡谷鉄道が全線開通し、たくさんの観光客でにぎわっています。黒部峡谷鉄道は黒部市の宇奈月駅から標高599メートルの欅平までおよそ20キロを1時間20分かけて走ります。冬の間は雪のため営業を休止していますが、今年は暖冬の影響で雪の多かった去年に比べおよそ1ヶ月早く全線開通しました。ゴールデンウィーク期間中の全線開通とあって、トロッコ電車はたくさんの観光客でにぎわっています。新緑素晴らしいですね。水の色とかすごい、岩の壁みたいなのが良かった。朝は曇っていましたが、徐々に晴れ間も見え始め、訪れた人たちは絶景を眺めながら新緑の黒部峡谷を楽しんでいました。